こう見えて小学校の話はよくするけど、中高大の話ありますよ、腐るほどエピソード話してないだけで。てか結構話してると思うんだけど、ちょ電池切れたわ、すいません、うん、電池切れた。やりましょう。甲子園をかけた決勝。ちょっと頼む、応援しといてくれ。こんなとこで終わり見たくないでしょ。みんな頼む、応援してくれ、俺のこと。こんな負けるとこ見たくないでしょ、ガチで。頼むって。この、ちょ、アスカの原、アスカの。攻略するために俺めちゃくちゃ厳選してたのに、こんなとこで負けたくねえ。よし、ナイス、やった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 。オッケー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 。いや、ちょっとここで1点取りたい、マジでここで1点取りたい。頼む、うわ、入っちゃったか。あらい。ちょっと頼む、つないでくれ。1ヒット打てば1点入るぞ。カーブ打ちてえな、カーブ。くっそ。やばい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 、頼む。あー、カーブかと思ったけどフォークの方か。きつ、三鷹もう投手、もう三鷹でも打たれるからもうダメだ、抑えられる気しねえわこれ。頼むぞ、お前はちょっとあいつよりいいピッチャーだろ。平山よりかはいいピッチャーだ。あ、バントか。あー、もう最悪、もうダメだ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 。あオッケー、お早く取りに行けよセンター。何やってんだよお前。いやー、こんなんきつい。あ、スクイーズとか香水真似してくるし。マジかよ。ちょっともうだ、もうダメだこれ。ちょっと待って、分かんない分かんない、野球はちょっとね、
9回からだから、9回2アウトからだから。カーブで、あーやばい、あーゲッツー取れるか、ナイス、オッケー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 。ちょっと誰からだ、あクリーンアップからか。やばいぞ、いやまずヒット打とう、ヒットヒット打とう。くそ、あコンビニか、もうこんなにミートがでかいのにもうヒット打てる気しねえ。いや内野安打ワンチャンあるぞこれ、走れ、ナイス、オッケー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 。亀田か、もうこいつパワーねえから強振しかねえ、ミート小せえし。やばい、うわあああああ、頼む、新井は悪くない、洗いは悪くないっすね。お願いだから打ってって。終わったわ。すいません、勝てませんでした。勝てなかった。あ、負けちまった。甲子園にすら行けなかった。いや、ちょっと元気出せねえや、これ。野球部がなくなりかけて、それでもオイラたちここまで来たでやんす。オイラたちすごいことをやったでやんす。その通りだ。あ、つくらく、お前のような、お前の野球がここで終わりにするようなものじゃないだろう。大学でもプロでも社会人でも野球を続けろよ。どこかでまた俺と試合しようぜ。そうだな。だがその時はボロボロにやっつけてやるぞ。何やってんのこいつ、なんか着ぐるみでバイトしてるんだけど。その後俺はいろいろと頑張り、ついにプロのマウンドに立つことができた。球団マスコットとして。でも何かが違うような気がする。初めて見たんだけど、陽子先生のワンポイントアドバイス。てか俺パワポケ1でなんかこんな終わり方したの初めてかもしれない。こうやってゲームオーバーになったの最悪なんだけど。ロスキーコマンドは大抵学年とそこへ行った回数で何が起こるのか決まっているの。例えば2回目の自分の家では1回目に必ずお父さんが出てくるわ。サボり癖になってなければ弱気と不眠症が治るのよ。それじゃあこの次は頑張ってね。あ、終わっちゃった。